演習林とは、林学の研究や教育のための実習林、実験林である。大学における研究、教育のほか、高等学校などとの連携授業や市民向けの公開講座などで活用される。1894年に帝国大学の丘大学には、千葉演習林、1899年に北海道演習林が内務省から移管されている。また、 日本の海外領土の拡大に従って、帝国大学は国内に留まらず、カラフト、朝鮮、台湾といった海外領土に広大な演習林を得ていた。1902年に台湾、1912年に朝鮮、1914年にはカラフトの各演習林が設置される。この外地産演習林は総面積が8万ヘクタール近くに及ぶ広大なものとして知られる。 京都と九州の二つの後発の帝国大学でも農学部、林学科の設置以前にすでに海外演習林を入手していて、これらは教育、研究目的以上に財政基盤として大きな役割を持っていた事実がある。京都帝国大学は1908年に台湾総督府から演習林を移管され、その後も1912年に朝鮮総督府から 1916年に、カラフト町から円周林を移管されて、農学部設置前にして、その円周林の総面積は、数万ヘクタールに達していた。九州帝国大学は、農学部設置計画が具体化する、かなり前の1911年には早くも当時の、日本の海外領であるカラフトに2336ヘクタール、朝鮮に16,888ヘクタール。 翌1912年には、台湾総督府から2112ヘクタールの所管外を受けて、広大な円周林を入手している。また林学化設置とともに1921年、福岡県内に、佐原円周林53ヘクタール、カス円演林367ヘクタールが設けられる。さらに1925年には、朝鮮北部に4600ヘクタール、 1938年には宮崎県に2900ヘクタールの宮崎、円州林を取得している。戦時中にはボルネオ島に円州林設置の計画も立てられているが、実現を前にして廃線となる。前述のように林学科を設置していた四帝国大学は、日本の海外領土であったカラフト、朝鮮、台湾に広大な円州林を保有していた。 帝国大学海外演習林は教育、研究のほかに財政的な意味でも大きく各大学に貢献していたが日本の敗戦により当然これらを失っている。ただ九州大学はカラフト演習林の代わりの北海道演習林を北海道庁との交渉により得ている。一方で高等農林学校では農商務省が勧誘林無償移管をある時期から拒否したため 開校時に演習林を習得できないところもあった。かろうじて得られた、それも数万ヘクタール以上の帝国大学に対して10分の1や100分の一の規模であり、その格差は歴然としていた。ありがとうございます。